いやー面白い、浮いてる。いやーこのね、謎ガエルくんね、くんかわかんないんですけど、わらじ虫を食べるんですよ。ね、いろんなものくんですよね。でもね、まあね、やっぱ夜行性だからかわかんないんですけど、やっぱ昼とかあんま食いませんね。やっぱ一番好きなレッドローチは、まあ昼でも食いますけど、ちょっとね、今レッドローチがね、品切れでしてね、ちょっと今こちらのクモとか、あとわらじ虫とかあげてる始末です。はい、でね、受けるんですね、こいつも。ということで、落としたいと思います。おれ、さあ、まずレベル1、これに耐えることができるか。お、なかなか耐えるな。ん、結構吸盤の力強いんじゃないか。落ちた、一気に落ちますね。滑り落ちるんじゃなくて、まあ、たまに興味を示すくらいですね。ほら、もうね、ミワコヒキガエルの方が反応してるんですよ。ね、謎ガエルの方はそんな興味がなさそうですが、ミワコヒキガエルはね、もうすごい視線が強すぎる。早いんですよね、この雲がね。はい、早いんでね、なかなか捕らえられませんね、謎ガエル。だから、まあ謎ガエルはだいたい雲よりわらじ虫食うかなって感じです。レッドローチが上げてないんで、今週あたりね、レッドローチまた1000匹じゃねえ、100匹買って、あげたいと思います。ってな感じでね、またこの、謎ガエルとかね、ミワコヒキガエルとかの動画を見たかったら、チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。コメントとかもしてね、バイバーイ。千葉県の伝統的工芸品は、なんて書いてあるかわからない。厨房の棒に欧州の欧州って書いてるやつ。